前に振り遅れの動画撮ったじゃん、うん、絶対にやらなきゃいけないことなわけでしょ、振り遅れないようにインパクトに戻してくるって、うん、絶対にやんなきゃいけない基本なのに、うん、9割の人が振り遅れてるって、うん、そんな基本あんのかなと思う。他のスポーツだとさ、ないかもしれないね。でしょ、うん、それが前提で理論ってあるわけでしょ。その振り遅れてないからこういうの付け加えてみましょうねっていうのが理論なわけでしょ。そうだから何か一つ取り入れるにしても、うんうん、振り遅れないようになって、うん、間に合ってから取り入れないと効果が発揮しないわけじゃない、うん、そうだね、うん、だから振り遅れててそれを入れたらもう、うん、わけわかんなくなっちゃうじゃない、うん、正解か不正解かわかんないじゃない。そうするとその理論が合ってるかどうかがわかんなくなっちゃうから難しくなっちゃうんだよね、うん、ゴルフはね。歩けないのに走れないとしようってことだよね、うん、そうそれと一緒まず歩けたら走りましょうねって感じで、歩くのがそのちゃんと振り遅れないでインパクトするっていうことなんだ、うん、そうそれがね、うん、めちゃくちゃ大事なのにね。そんな9割も振り遅れてんだもんね。でも素振りは絶対振り遅れないの。素振りは絶対振り遅れない。9割の人がボールって振り遅れてたのにみんな素振りだったら振り遅れない、うん、俺ねレッスンやってても素振り見てて、うん、素振りでこうやって振り遅れてる人ってあんま見たことない。え、あんなに振り遅れがミスなのに。そう、細かい話すれば、うん、調べてないからね、振り遅れてる率なんかわからないけど、うん、仮に9割だとして、うん、それが素振りだと9割戻せてるから、うん、じゃあみんな戻せんじゃん。本当は戻せる戻せる、全然戻せるし、戻し方も知ってるんだじゃん。そうで、なんで戻せないかは、なんで戻せないかっていうか、うん、なんで素振りで戻せてて、うん、ボール打つ時に戻せないかっていうと、うん、素振りの使ってる筋肉とボール打つ時に使ってる筋肉が違うから。これじゃあいきなり始まった動画だけどちょっとちゃんと動画にしようか。平井博明のワンナップゴルフ。皆さんちょっと想像していただきたいんですけど、右利き右打ちの方で素振りをしてる時に、結構一生懸命頑張って振ってくださいって言った時に、素振りでですよ、左手リードでこうやって振るイメージって湧きます？多分俺あんま湧かないと思う。素振りってこうやってやると思うのよ。素振りってさ、うん、ビュンって音出したい。そう、出したいでしょ。出したい、この辺でインパクトで。そう出したい、ブンってやりたい。やりたいでしょ。そしたらさ、そうしたらさ、そうこうやってやってた音なんないじゃん。なんない。クラブが走って初めて音なるじゃん。なる。それバットも一緒でしょ。野球もそうだ。そうでしょ。鳴らしたい音でしょ。思いっきり追い越させる。野球のバットなんてブンってなるじゃない。あれやりたいじゃん。やりたい。あれってさ、こうやってやってたらなんないでしょ。引きっぱなしじゃなんない。なんないよね。なんない。そうだからやっぱりボール打つ時も一緒で、ヘッドがバンっていかないとヒュンって音なんないのよ。釣りやる方も分かると思うんですけどもフィッてキャストするでしょ。なるだよ。あれさ、こうやってたらなんないでしょ。なんない。そう、それと一緒なのよ。ヘッドが走ってなかったらボールに伝えられないじゃない。だから俺右手打ちの場合は右手使ってくださいねっていうの。素振りで右手使って打つ時に左手使ってたら素振りの意味がないじゃない。ない。うん、ただの運動になっちゃうでしょ。それはストレッチと一緒になっちゃうから、うん、体ほぐしだから、イメージを出してショットのための素振りをしなきゃいけないから、うん、同じ筋肉がベストじゃない。ベスト、うん、だそのために打つ時も右手の方がいいって俺は言うんだよね。で、なんでそこに気づいたかっていうと、俺空振りしたことあるのよ。まだ始めたばっかの時、始めたばっかでもないけど、20代の時に真剣に打とうとしてライが悪くて空振りした時あって、普通に全力で打とうとしてるからふぬけになるわけよ。ふってあって当たるはずの衝撃がないわけよ。あの感覚って生まれた、もちろん初めてだったから、何これと思って思いっきり空振りを練習したっていうか、素振りを思いっきり振ったの。でも絶対その感覚になんないの。ああ、わかるわかる。なるほど。あの、あれでしょ？重いと思って持った箱が軽かったみたいな。そう、それと一緒。はい。えって。そう、それが、どう頑張っても作れないの。再現できない。再現できない。思い込んでるから、頭でもう、その時はボール当たってるって。うん。で、その衝撃に耐えようと体を持ってるけど、うん、素振りじゃできないんだ。できない。そう、だからそういう細かいね、専門的な分析も中にはあるのかもしれないけど、うん、その前に、使ってるパーツが違うなと思ったわけよ。単純な方を言えばね、右手でちゃんと
素振りも打つ時もそれをこなしたらそれがなくなったの、そのフッっていうのが空振りを、その後にも空振りしたことあったのかな、うん、確かその時にそれを感じなかったの、右手にした後。じゃあ左手で打ってた時あんの？左手で打ってたんだろうね、自然と。だから力を入れて、でもインパクトまでは力入れてないのよ、うん、ここでクッて入れてもう右手に切り替わってんだけど、切り返しでクラブをこっちに引き寄せる時に左手でグッてやってたんだね。なるほどね。そうだからスイングのそもそもの形が違っなってきたっていうのもあるけど、うんうんうん、でもしっかりとした意識で右手を使うようになってそれがなくなった。だから素振りの時と打つ時の使ってるパーツの違いで、うんうん、要は練習が意味なくなっちゃったり、うんうん、素振りが意味なくなっちゃう場合も出てくる。だからちゃんと本番と同じ素振りをしなきゃいけない、うんうん、だから前動画で素振りは大切ですよって動画やったじゃない、うんうん、そうまたそこにこうつなげられるんだけど、うんうん、それぐらい素振りってめちゃくちゃ大事で、だから素振りで振り遅れることはない。むしろ素振りで俺動画撮ったことあるけど、お客様のこうやってちゃんとやってるからね。やっぱ素振りやるのにこうヒュッてしたんだと思う、うん、めっちゃくちゃいい形してるからこうやって。あ、じゃあそれは別にボール打たないからできてんでしょなんじゃなくって、うんうん、そういうもんなんだね。多分そうだと思う。でやっぱりそういう形に本当はやりたいというか、そういう動きをしたいと思うんだよね、うんうんうん、でもやっぱりボールがあると欲も出るし、うん、衝撃に耐えようとして力が入るとこうやって引くから、あ、そう、それでこうクラブヘッドが降りてこないでそのまんまインパクトを迎えて振り遅れてる、そういうことが多分起こってるんだと思うんだよね。素振りだと思って打ってみたら案外うまくいくかもしれない。そう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 、結構いいかもしれない。それに近いのがこの間動画上げたハーフトップ。あ、そうなの？そう、ハーフトップだとなぜか知らないけどフェースがまっすぐ返ってくるよって俺動画内で言ってるじゃない。そ、多分それがそういうことなの。ボールがあって、うん、実際置いといて、うん、その上を素振りしてくださいって言ってもこうやってなるから、ちゃんと。あ、そうだから、それに近いものを作ってるわけよ。そっか、その空振りしない程度にこう当ててるってことなんだね。そう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 、だからそういうのも全部含めて、だからなんか理論じゃ解決できない、理屈じゃ解決できないこともいろいろあって、うんうん、でもやってみたらいいから、そのまま理屈知らないでやってみてほしい部分もある、うん、そう、素振りは不思議だよ。不思議だね。俺も結構先輩から言われて、素振りで悪いスイングするやつはいないからって結構言われてきて、本当その通りだなと思う、うん、でもそれがなんでなのかっていう理由考えてったら、うん、今話してくれてるような、うん、多分パーツが違うんだと思う、使ってるパーツが、筋肉が違う、筋肉が違う、それに気づいてからより右手だと思ったんだ。そう、だから右手だって、ね、そう、だから左利き左打ちの人だったら、うん、多分左手でパンって素振りやると思うんだよね。ヒュンって言いたいからね。うん、こうはやらないと思うんだよ、素振りだったら。やんないよね。じゃあぜひね、そんな中でも左手だよっていう人がいたらね、なんでかコメントいただけると僕らも勉強になるね。あ、そう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 、だからこれもじゃあ一つの理論だとしたら、うん、絶対このことだけが全てじゃないし、うん、その方の感覚ってあるじゃない、うんうんうん、だから絶対に、いや、それでも素振りでも左で振ってるよっていう方も絶対いるから、あ、うん、でそれで戻せてるんだったら、うん、その方にとってそれが絶対正解だから、うんうんうん、そう、だから、うん、それがいい悪いじゃないよね、うんうん、でもなんで右手かっていうのがよく分かりました。そしたら分かった、うん、分かった、はあ、そう、なんで今まで説明してくれなかった。説明する必要がなかったからかな。どういうこと。右手を使って打ってもらえればヘッドがまず戻せるから、うんうん、まずインパクトゼロから始まってるじゃない。始まってる。でそれにはじゃあ右手を使ってクラブを戻すってなってるじゃない、うんうん、それに対して戻らない方や、うん、左手だよっていう方や戻し方がわからないっていう方もいらっしゃるじゃない、うん、そうなってくるとそれについて考えなきゃいけなくなってくるじゃない。そうなんだよね、うんうん、それで自分の記憶と経験をたどるだよね。あ、そういえばって、うんうんうん、そっから出てきた答え。なるほど、思い出したり、うん、そういえばこういう時こうしてになってる、自分で自分で気づくわけね。そうで自分で、うん、じゃあ例えばじゃあ左手リードだったら左手リードで自分で打ってみる、うん、そうで振り遅れましたって言ったら、うんうん、なんでじゃあ左手リードで振り遅れるんだろうって。でも左手リードで素振りしてみようって言って左手リードで素振りしたらスイングじゃないのよ。クラブがもうこんな踊って、そうするとあ、
左手リードで素振りしてないんだと思うわけ。あなるほどね、うん、そうだね、うん、もう間違いなく素振りはもう10対0しかないと思ったの、自分の素振りはね。だからもうじゃあそれだったら打つ時も100歩譲って9対1で右になっちゃうし、だからその他の打ち手は1人だし理論は1個しか入らないから、だからもう右手しかないんだよね。だから他のことはやれないから、だから結果的にじゃあそこスタートからゴールまでつながったから、じゃあそれを当てはまる方がいればぜひやってみてほしいっていう意味で動画を発信してるっていう。だからその辺はね、もちろん合う合わないがね、何回も言ってるけど合うから、素振りでどっちの手を使ってるかっていう意識もちょっと持ってみて素振りをしてみていただければと思います。その意識するだけで全然違うと思うんだよね。多分素振りでどこの動きを意識するっていう時って止まってるところを結構こうやって作りたがる方が多い。あ、はい、こうやって、はいはい、だけど素振りもやっぱ一連の動作でやってもらいたいから、動いてる中で意識できることは本番で意識できるから、だけど素振りでこうやって確認してこうやってやってると実際そこは相当な加速力でいくじゃない。そうするとなかなかね、本番ボール打つ時できなかったりするから、動いてる最中で意識できることを素振りでもやってもらった方がいいかな。ちょっとなんか素振りの話がちょっと盛り上がってしまってですね、ちょっと途中からお話しさせていただきました。ゴルフに対して向上心ある方は練習結構行かれたりとか、お時間なくても家で素振りなんかできる方いらっしゃると思うんで、ぜひその時に試していただければと思います。気に入っていただけたらですね、チャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。